興奮のルツロと化しております蔵前国技館1万2500人のお客様です。最後の大一番公式戦45分の一本勝負、試合に先立ちまして日本テレビから両 TM にそして城樋口レフリーに花束が贈られます。ジャイアントババジャンボ鶴田組は78年にこの今夜の相手ザ・ファンクスと戦いまして時間切れの引き分けで1点差で V1 を達成しております。今花束を高々と上げておりますのはザ・ファンクス、通算3度目 V2 優勝なるでありましょうか。日本チームにとりましては外人勢の優勝な外人勢に優勝を渡してなるものか、メラメラと燃え上がっておりますトロフィーへの執念であります。まず第51代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンテリー・ファンク、第46代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンドリー・ファンクジュニア、場内の興奮はさらにエスカレート。タッグチームの世界一になれるかジャンボ鶴田。第49代55代57代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンジャイアント馬場であります。さあ解説の山田さん、いよいよ最後の大一番、本当に80年最後のヒノキ舞台を迎えました。まあ80年世界最強タッグ決定リーグ戦は 日ごとにですねトップの座が変わっていったんですけれども、本当にもつれにもつれました優勝の行方、とうとう最後はまあ三強の争いになりました。この試合で果たして優勝が決まりますかね。今のところまだわからないですね。そうですね、はい、ただねディフェンディングチャンピオンのザ・ファンクスがこの試合で引き分けてもまだ最高点で優勝へ、行くことができると、はい、その点で非常に精神的には楽ですね、はい、それだけに、まあ、優勝に見放されている日本組がですね何としても優勝しなくちゃならないという追い詰められた気持ちで戦ったら入ってマイナスだと思います。なるほど、もうこの一戦とにかく無心で戦うしか方法がないんじゃないかと思いますね。さあ45分の一本勝負公式戦、馬場鶴田組2年ぶりにこの優勝の大トロフィーを奪回するためにはこの試合で勝ち点2を挙げることです。それしか道はありません。1万2500人の大観衆、テリーテリーテリーの大合唱に変わりました。ちょっとやりにくいでしょうジャンボ鶴田です。さあ若手のジャンボ鶴田がまず登場してまいりました。今夜の試合こそ山田さんこの指定の絆です ね、そうですね、これが大事になってきますね、はい、特に私はね本場 の試合はですね、ジャンボの出来感が大きな鍵を握ってると思いますよ、はい、そうですね、やっぱりジャンボにねフォールを奪ってもらいたいと思うし、それができなければ日本組のね、はい、勝つチャンスはないと思います。一方のザ・ファンクスはファンの皆様ご存知のように血を分けた本当の兄弟です。この連携プレーヤーも世界一ですからね山田さん、そうですね、これを分断するためには相当の努力がいるでしょう、はい、特にね今日はファンクスの方はやはりテリーが自分を犠牲にしてね、はい、もう徹底的にジュニアのスタミナ温存を図って決め役に回らせると、はい、その作戦を取ってくると思いますよ。大きなアームホイップを見せましたテリー・ファンクです。ここでお兄さんのドリー・ファンクジュニアにタッチが行われました。本当に体力を絞り上げてこの80年世界最強タッグ決定リーグ戦に参加いたしました。非常に動きはシャープです。ドリー・ファンクジュニアが登場してまいりました。やはりね、あの一時の激しさというものは見られないんですが非常にあの枯れたね老快なレスリングになってきましたね。なお馬場鶴田組対ザ・ファンクスの対決ですけれども過去の記録をちょっと紐解いてみますと77年の世界オープンタング選手権は45分の時間切れの引き分け、78年の世界最強タッグ決定リーグ戦は45分の時間切れ引き分け、79年の世界最強タッグ決定リーグ戦は同じく45分の時間切れ引き分けで全く決着がついておりません。ショルダータックル、ドリーファンクジュニアが打ち勝ちました。しかし動きがいいジャンボ鶴田がおっと大きくジャンプドロップ、やっと打てません。ジャンピングにパッと外しましたドリーファンクジュニア、この素晴らしい感ジャンボ鶴田、まずジャンピングにパッとは失敗に終わりました。山田さん、馬場鶴田組がザ・ファンクスに勝利を収めたのは
50年の2月の5日テキサスサンアントニオのインタータッグの挑戦の時だけですね。そうです、以来勝ってないですね、はい、しかしね、逆に考えてみれば、はい、敵地であるテキサスのサンアントニオに乗り込んで、しかも非常に難しいタイトルマッチで勝って王座を奪い返したという実績あるわけですよ、はいはい、この時のことをね、馬場組は思い出すべきですね。そうですね、はい、あの超満員のテキサスサンアントニオのミニシパルオーデトリアムで挑戦に行きました。50年の2月の5日のことでした。敵地へ乗り込んで勝利を収めました馬場鶴田組であります。果たしてそういうような日本側にとりましては思うつぼの展開になるかどうか。しかしこの冬の祭典世界最強タッグ決定リーグ戦、過去2回優勝しておりますザ・パンクスです。さあロープを大きく使いますが拳打ち、ドリファンクジュニア、これまたジャンボ鶴田がいい勘を見せました。動物的な勘でしょう。ロープに踏みとどまりましたジャンボ鶴田であります。山田さん、今テリーに変わりましたけれども、正直言いまして今年のザ・パンクス、ドリファンクジュニアの体が本当に変わったんですけれども、どういうふうに見てますか？あのね、やはり絞り込んだ体ということでね、あの動きが非常にあのふわっと軽いですね、はい、あのこれでね、相手をした選手に聞きますとね、この外身は大変軽く動いているようだけども、やられる方はズシンとくるんだそうですね。そうですか、はい、テリーとジャンボ鶴田の一騎打ちになりました。さあ両者の動き、大きく抱え上げてボディースラム、リングの中央にテリーパンクを倒しました。アメリカでの兄貴分です。負けていません。ジャンボ鶴田の動きは非常に、さあ突進したアームホイップ、空中アームホイップ、綺麗に見せました。さあそして対角線上に分かれます。激しく睨み合います。ジャンボ鶴田、テリーファンクです。山田さん、やはりこの勝負馬場鶴田組が勝つためにはですね、相手に狙いを定めるとすると膝に血管のありますテリーファンクでしょうかね。その辺は非常に難しいですね、なるほどね、まあ、今のところやっぱりね、ドリーはね、非常にスタミナの温存を図ってる、はい、この辺りが怖いですね。そうですね、はい、さあ元 NWA 世界ヘビー級チャンピオン、49代、55代、57代のジェイアント・ボバと第51代の世界チャンピオンテリーファンクの一騎打ちになりました。今年のチャンピオンカーニバルではアブドラド・ブッチャーの乱入によりましてテリーファンク反則負け、リングアウト負けを喫しています。勝負の方は5分が経過してまいりました。山田さん、現在ババとテリーの対決なんですけれども、テリーとジャンボ鶴田の対決の時にはあれは53年の7月26日インタータッグ選手権で3本目の決勝、テリーから、スモールパッケージホールドでジャンボ鶴田は1本 P ホール奪ってますね。そうです、そうです、やはりね、過去にそういう実績があるだけに、はい、今日の一戦もなんとか若いジャンボがですね、ホールを奪ってほしいですね。鍵を握るのがジャンボ鶴田ですか、はい、私は絶対にそう思いますね。同じく春の祭典チャンピオンカーニバル、鶴田対テリーは時間切れの引き分けに終わっております。しかし今年はテリーの優勝を阻止してですね、ジャンボ鶴田は初優勝を飾ってますからね。そうなんですね、それも思い起こしていただきたい、そういうような感じがいたします。テリーが力で押してまいりました。ここでドリーファンクジュニアにタッチ、いや渡しません、2プラトン、馬場には2プラトンしかない。馬場も相手の動きを見ていました。16問で威嚇攻撃、ザ・パンクス一瞬立ち止まってしまいました。お互いにね、作戦をズバリズバリ読んでますね。相手の裏の裏を書いてますね、はい、いかにも巨頭同士というような感じがいたします。ドリーファンクジュニアの横顔、相手は世界のジャイアント馬場であります。さあ NWA の世界ヘビー級チャンピオンの王座を4年と3ヶ月持っておりました、ドリーファンクジュニア、一方49代、55代、57代と過去2たび NWA 世界最高峰の座に君臨しておりますジャイアント馬場の一騎打ち、本当に見応えがあります。素晴らしい顔合わせになりました。80年世界最強タッグ決定リーグ戦、本当に大詰めの大詰めの大取りであります。さあドリファンクジュニアがサイドのヘッドロックに取ります。サイドのヘッドロックに取りました。馬場が力任せにロープに押した、体当たり、おっウェイトを絞ったドリファンクジュニアが打ち勝った。さあしかし逆水平でジャイアント馬場が返します。さあ初めてのピンポール、馬場とよーっと返しますね、あのね、やはり、まあ、さっきから私はあのジャンボにボールを奪ってほしいと、はい、いうふうに言ってるんですが、そうするためにはジャイアント馬場が大いに動き回らなきゃダメですね。それでいいチャンスを作ってやることですね。再びジャンボ鶴田がリングに登場してまいりました。ご存知のようにジャンボ鶴田は今年の第8回春の
チャンピオンカーニバル初優勝に輝きました。そしてもしこの冬の祭典に逆転優勝でもするということになりますと、ジャンボ鶴田は春そして冬の2大祭典に優勝することになります。文字通り、まあ勝てばですね、最良の80年を締めくくるわけで、この弾みでもって81年に移行してしまいましたが、ユナイテッドナショナルヘビー級の奪回作戦も考えられますね。そうですね、まあ、本当にね、優勝して弾みをつけたいですね。はい、今年のね、最大の失敗はあのタイトルをね、取られたこと、これをなんとか挽回してほしいですね。そうですね、ジャンボのブリッジが見られました。さあ今度は何を持っていきますか。なんとかダブルアームスープレックスを見せたいところだが、ドリーがスピリングトーホールドの体勢、スピリングトーホールド、今半径、今さあまた回った、回転しました、完全にスピンしました、スピリングトーホールド、ドリーファンクジュニア。さあここでテリーファンクが登場してまいります。ちょっと足元を、右の足付け根のあたりを気にしておりますジャンボ鶴田です。さあ今度は何でいくか、レグブリーカーに来ました。完全とジャンボ鶴田の足を狙ってまいりました。相手は跳躍力がありますからね、足を止める作戦に出ました。また先ですね、また先攻撃に出ました、はい、テリーファンクです。再び12,500人、もうものすごいテリーコール、テリーコール。この蔵前国技館で山田さん聞くのは去年の、最終戦以来ですね。そうですね、あの時にはもうブッチャーシーク組の激しい狂気攻撃によりまして涙の優勝を飾りましたテリーファンクです。確かあの77年の優勝の時もこの蔵前のリング上でした。それから79年の優勝の時もそうでしたけれども、テリーファンクの涙を私どもは見ましたね。そうですね、もうやはりね、もう力の限り戦った決勝ですよね、はい、本当ですね。果たして V2 通算3度目の優勝になりますか、ザ・ファンクスであります。ここでドリーファンクジュニアにつながれました。ドリーファンクジュニアです。完全に足攻めになってきましたね、完全に足殺しに行きましたね。そしてブリッジの体勢、ドリーファンクジュニア、ジャンボ鶴田の跳躍力、ジャンプ力を防ごうという作戦に出ました。これはね、山田さん、この辺りが海戦山戦、はい、本当にその相手の弱点を知っているザ・ファンクスですね、試合前ね、約1時間にわたってね、あの兄のドリーが、テリーに作戦をじっくり授けてましたからね。あ、なるほど、そうですか。テリーの弟のテリーファンクはど根性ファイト、そして、卓越したドリーの頭脳がものを言うことでありましょう。80年世界最強タッグ決定リーグ戦、大詰めの公式戦最後の試合であります。足殺しに行っておりますテリーファンクです。さあジャンボ鶴田がちょっとこの足殺しから逃れることができません。苦しい展開になってしまいました。あの表から見ると、ね、何気ない足絡みなんですけれども、あの壺を決めてますんで ね、 でねなかなか取れないんですね、前半戦にじわ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 と両足を攻められますと、ジャンボするとのいわゆる立体殺法が、止まってしまいますからね、はい、全ての面で不利ですね。そうですね、勝負は10分が経過いたしました。非常にタッチプレーの早いテリーファンク、ドリーファンクジュニアであります。さあ今度は肩逆エビ型に取ろうとするドリーファンクジュニアです。ザ・ファンクスです。それから山さん、リング上のドリーファンクジュニアがこのシリーズ80年の世界最強タッグ決定リーグ戦で NWA 王座復活を宣言しました ね、 そうですね。ということは、はい、この優勝を足がかりにして81年に大いにその指導を開始しようと、こういう作戦かもしれませんね、はい、当然その作戦ですね、はい、とにかく彼らにとってもこの大会で優勝をする、うん、これがもう今最大の目標ですから ね、 ですね。一方のテリーファンクの方は東京の記者会見で3年を引退宣言しておりますけれども、この優勝でもし優勝が成功しますと、優勝を勝ち取るということになりますと、またあるいは山田さん、気持ちが変わるかもしれませんよね。そうですね、まあ、とにかく膝の故障、はい、それからいろんな実績というものが絡まってですね、はい、まあ、流動的だというふうに見ていいんじゃないでしょうか、うん、そうですね、はい、それから一時落ち込んだいわゆるテキサスアモロジチクの、まあ、ファンク王国の復活もこの試合にかかっているわけですね。そうですね、さあドリーファンクジュニアとジャンボ鶴田の一騎打ちになりました。ジャンボ鶴田にとりましてはもういつまでも胸を借りる先輩です。アメリカでの兄弟子でありますドリーファンクジュニアの胸を借りましたジャンボ鶴田、しかし今夜優勝が残されております。逆転優勝の可能性はあります。しかし得点2を取らなくてはいけません。山田さん、もし時間切れの引き分けということになりますと1点プラスですから、ザ・ファンクスの優勝ですね。それは当然ありますね、はい、ありますね、はい、さあどういうような戦法を考えておりますか。ババ鶴田組、ジャンボ鶴田選手は控え室で今日はもうやるだけやる、やるだけやる、勝ち点2を絶対勝ち取って逆転優勝だというふうに言っておりましたが、果たしてどうでしょうか。相手は二の重い、ザ・ファンクス。過去この世界最強タッグ決定リーグ戦で世界一のザ2回制覇しております、ザ・ファンクスです。ドリファンクジュニア相変わらず足殺し、
レッグブロックに行きました。とにかくね、はい、これだけ安定したチームに対して鶴田君があまり気負い込んだらダメですよね。あ、そうですね、はい、もう本当にね無心でね、自分の持ってるものを全部出し切ることですよ。足攻めに合っていますこのジャンボ鶴田ですけれども、ここはちょっと師匠のジャイアント馬場に渡すのが賢明でしょう。そうですそうです、相当時間がかかってますね、しかしね渡さないような動きをファンクスはしてるわけですね。あ、なるほどね、本当に山田さん、このザ・ファンクスに勝つためには相当の実力と、それから、勝負は時の運と言いますから、そのラッキー運が必要でしょうね。当然そうなってきますね、本当ですね、激しい闘志は分かります。逆転優勝に一部の望みをつないでおりますジャイアント馬場、ジャンボ鶴田神、一方のドリーファンクジュニア、テリーファンクはもちろん勝てば優勝、引き分けでも優勝であります。最悪山さん、ザ・ファンクスの方は両者リングアウトの0点ということも考えてるでしょうね。そうですね、その場合にはね、まあ、同点になってしまう。同点で先ほどのアボドラザ・ブッチャー組ともう一つ同点決勝を争わなきゃなりませんからね、はい、ブッチャー組は浮揚してきますね。そうですね、まだもう望みはあるわけです。望みはまだありますからね、はい、さあテリーファンクが登場してまいりました。相当ジャンボ鶴田の右の足、あっと裏側、太ももの辺りがちょっと変色してきましたね、はい、効いてますよこれは。効いてますね、あっとジャンボ鶴田が落っこちました。これはね一番痛いところですよね、はい、ちょっと支えることができません。ジャンボ鶴田です、場外に落ちました。これがジャンボ鶴田です。一人での戦いがちょっと長すぎるような感じがいたしますが、しかし若さがあります。さあロープ越しのブレンバスター、効いた、強烈ブレンバスター、鶴田危うし、鶴田ダメージが大きい。ペリーがピンフォール、ツーと 2.5 です、カウント 2.5、 うーんと、そしてもう一回ブレンバスター、ブレンバスター、テリーファンクが持ち上げるか、ブレンバスター返し、これが決まった、鶴田らしい技です。冷静に相手の動きを見ておりました。ブレンバスター返し、そのままピンボール、逆転優勝か、どうだ、カウント2、テリーファンクも返します。さあにじり寄ってヘッドバット、強烈にヘッドバットを打ちましたテリーファンクです。さあここでドリーファンクジュニアにつなぎますが、さあドリーがフィニッシュを取れるか、大きく抱え投げリングの中央、鶴田から馬場へのタッチがなかなか遅いようだ。あの時ね、はい、鶴田君はあのブレンバスターの後、タッチすべきでしたね。そうでしたね、あの時はもうダイビングタッチはできる距離でしたからね。そうですそうです、はい、どうしてもザ・ファンクスに捉えられてしまいます。さあさあザ・ファンクスが彼がかりで2プラトンのブレンバスター、2プラトンのブレンバスター、大きなダメージを負いました鶴田、ダメージを負った。さあペリーがかぶさる、カウント2ゴーと返しました。あっと、もうここはもう何が何でもジャイアントバミ、あー、これはジャイアントバの表情です。あー、またしても大技、ダブルアームスープレックス、畳みかけるザ・ファンクス、テリーが畳みかける。さあ持ち上がるか、持ち上がるか、鶴田必死でこらえた、ぐーっと腰を落とした、つま先立ち、さあどうだ、もう30センチ後ろにはロープがありますが、おっと返しました、返しました、鶴田が返しました。テリーファンクはモンドリ打って場外であります。ちょっと打ちどころが悪いとこのままということも考えられますが、その間にジャンボ鶴田からジャイアントブカに正式にタッチが行われました。さあカウントが続く、カウントが続く、テリー帰れるか、さあカウントアウト勝ちを拾うか、テリーが来た、テリーが来ました、テリーがやってまいりました。テープにまみれています。さあ一気かせに疲れているテリーファンクをめがけて、本体ジャイアントババがここで登場。山田さん、最大のチャンスじゃないですか。そうですね、最大の、おーっと防ぎました、ドリーファンクジュニアが身を挺して防ぎました、肉体で防ぎました。お兄さんのドリーファンクジュニアです、まさに兄弟、血が通ってますね。まさにその通りですね。そうですね、さあジャイアントババ怒りのダブルチョップ腰に打ち当てます。ご勝負と見ましたが、ジャイアントババ2年ぶりの優勝になるかどうか、コブラツイスト徹底的に腰を痛めつける、ババが腰を痛めつける、しかしまだ重心が高い、まだ重心が高い、テリーバンク、テリーバンクどうだ、頑張れるか、ギブアップか、頑張れるか、声援を背に受けております。テリーバンク場内大合唱、1万2500人の超満員のお客様、お聞きください。山田さん、はい、この大合唱がテリーの耳に届いてますかね。届いてるでしょう。届いてますか。頑張ってますよね。そうですか、まだ踏みとどまってますね。頑張ります。相当長い時間入っています。この馬場選手もね、このあばら折りをねこれだけ頑張ってるんですよ、やっぱりね、はい、よく使えてますね、このコンパスの長いジャイアント馬場のこのあばら折り、このコブラツイストにじーっと耐えています。さあ馬場もしかし勝負は勝負だ、絞り上げます。
絞り上げます。リングを降りましたら非常に仲のいいファンクスなんですけれども、勝負は勝負ですからね、山田さん。そうですね、しかしね、ケリーの足がね、はい、もうちょっと緩んできたんでね、もうここで馬場を投げつけなきゃダメですね、はい、それから釣り上げております右の手、腕のあたりから指先までちょっと変色してきましたね、はい、相当な圧力がかかります。そして顔面も好調、ケリーファンクどこまで頑張れるか。絶対にテキサスブロンコはギブアップしない、テキサスブロンコはギブアップしない。さあどこまで頑張れるか。しかし相手は世界のジャイアントババ、ぐーっと入っています。ジャイアントババもここで一気にギブアップを狙ってますね。そうですね、あとドリーファンクジュニアの手が伸びた。さあを返してここで、あ、ドリーファンクジュニアの位置を忘れました。テリーファンク、いやもうテリーとしてはね、骨がバラバラになったってギブアップはしないでしょう、はい、そうですか、はい、本当に泣かせますね。戦いの原点を見るような気がいたします。まさに男のロマンです。さあテリーファンクが場外に送り出されば、あーっと弾みでドドンドーンと背中を打ちました。さあ大変なことになりました。あの3メートルの落差がありますからね。そうですね、文字通り転がり落ちました。背中は果たして大丈夫でしょうか。腰も相当ダメージを受けております。テリーファンクです。ここですね、兄弟愛を発揮するのは、そしてテキサス魂、テキサスブロンコを発揮するのはここかもしれません。テリーファンクが今やってきた。馬場は容赦なく攻めています。なんとしても逆転優勝を狙うためには勝ち点2が欲しい。相変わらずコブラツイスト、コブラツイストアバローリ、長いコンパスというで、ドリーファンクジュニアは全く出番がなくなってしまいました。テリーもここでドリーに渡さなきゃいけませんね。そうですね、しかしやはりね、ドリーは正々堂々とやってますね、はい、あ、なるほど、はい、テリーのど根性ファイトがここで発揮されておりますが、さあここで世界のジャイアント馬場からジャンボ鶴田につながれましたが、ちょっとタッチがまずかった。大きくジャンボ鶴田、ワンハンドバックブリーカー、ワンハンドバックブリーカーに来ました。ショルダーバックブリーカーに来ました。シュミット式のバックブリーカーに来ました。これは非常にジャンボ鶴田としては珍しい技なんですけれども、非常に冷静ですね。そうですね、しかもじっくり決めてますね、はい、じっくり決めてますね、背中がジャンボ鶴田の膝の上に乗っかっています。相変わらずテリーファンクの、わあ、膝やっと腰のあたり狙い撃ち、ウィークポイントとしました。今度はキャメルクラッチホールド、大きなお尻が腰骨のあたり完全に乗っかっています。両方の手は中グラリン、完全にキャメルクラッチ入りました。これは苦しいですよ。苦しいですね、はい、さあここでジャンボ鶴田がギブアップを奪えるか。必死で力を加える。テリーも後がありません。ドリーファンクジュニアのところまでは、自分のコーナーまでは相当距離があります。いやー、しかしもう本当に素晴らしいスタミナ、ど根性を出しておりますテリーファンク。これだけやられながら、これだけ攻められながら、まだまだ我慢するテリーファンクです。もう人間離れしたスタミナですね、山田さん。そうですね、今ドリーファンクジュニアが何かブロックサインを送って、それからテリーにも大きな声をかけましたね。そうです、何を要求しているのか、はい、作戦ですね、はっきりね。そうですね、はい、はい、だけどね、この後が怖いですよ、はい、いわゆるね、今テリーがね、先兵になってかき回してるわけですからね、ドリーが温存されてるでしょう、ドリーはチャンスをじっくり見てますよ。そうですね、はい、勝負の方はいつの間にか20分が経過してまいりました。テリーは絶対にギブアップしない男です。こういう体勢で過去、山田さん、テリーがギブアップしたことあるんですか。ないです、ないですか、はい、さすがにテキサス魂、テキサスブロンコですね。さあジャンボ鶴田を背中に乗せてじりじりっとドリーのコーナーにやってきた。あと40センチぐらいか、まだ届きません。ジャイアントもなすすべがありません。さあこのキャメルクラッチホールドはもう相当に長時間です。その前にジャイアントババのコブラツイストも受けておりますので、あるいはもうトリーファンクの腰は粉々かもしれません。しかし頑張りますテキサスブロンコ魂テリーファンク、本当に素晴らしいど根性ですね、山田さん。これがね、テリーの本当の持ち味ですね、はい、ここでドリーに渡しました。さあ試合の展開はどう変わるか。満を持しておりましたドリーファンクジュニア、さあ NWA 世界ヘビー級時代のウェイトに落としたドリーのシャープな動き、まず左の肩からショルダータックル、ジャンボスルタがおっと腰に、いや今度は反対にドリーがコブラツイスト、体勢逆転、ドリーがコブラツイストです。さあどういう作戦を見せますか。頭脳派ドリーファンクジュニア、十分に待っている時間がありましたので、山田さん、作戦は考えていることでしょうね。そうですね、もうドリーはね、余力をたっぷり持ってますよ、はい、そうですね。さあグランドでの展開、この回転からリリースがためにも持っていけます、はい、ドリーファンクジュニアです。今のところグランドコブラの形ですね、グランドコブラに入りましたね、はい、でこれでもしね、右の足は空いています。回転、リリースに入ると怖いですよ、はい、怖いですね、はい、はい、
さあどういうような展開に持っていきますか。ドリーファンクジュニア V2 を狙います。そして通算3度目の優勝を狙っております。一方のジャイアントババジャンボ鶴田組は2年ぶりの優勝奪回、優勝の大トロフィーはもう是が非でも、日本チームに返してもらいたい、そういうような1万2500人のお客さんの願いでありましょうか。今のところね、ババ選手の表情には焦りはないですね、はい、焦りはない、非常に余裕というか、冷静に戦ってますね。あ、そうですか。これはいいと思いますよ。なるほど。勝負はもう20分がすでに経過しております。城樋口レフリーの表情です。しかし山田さん、だん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 時間が経過していきますと、時間切れの引き分けということもババ鶴田組は計算に入れないといけませんね。そうです。それでは勝てないわけですからね。心中はね、穏やかにならないと思います。はい、そうですね。もう時間切れじゃダメなんです、1点じゃダメなんです。そうなんですね、はい、絶対にポイント2を取らないとが逆転優勝はありません。ジャイアントババ何を考えてますか。策はあるでしょう。じっくりとジャンボ鶴田と策を練っておりました、うん、さあ立ち上がりました鶴田。インディアンデスロックに入りますね、インディアンデスロックに入りますね。この体勢ですとジャンボ鶴田が有利ですか。そうですね、はい、入れている足を軸にですね、はいはい、あっと今度は反対にドリーファンクジュニアが首に手を回しました。ここでまた体勢逆転です。この辺り憎いですね。憎いですね。あれだけの技をかけられるのにさらっと外してますね、本当ですね。百戦錬磨のドリーファンクジュニアでございます。ご存知のように第46代の NWA 世界ヘビー級のチャンピオン、1969年27歳、ジン・キニスキーを11回目の挑戦で破りまして、取った後4年と3ヶ月タイトルを守っておりました。ドリーファンクジュニア、キャリアが物を言います。いぶし銀のような技を展開しましたドリーファンクジュニア。そして日本チームはジャイアント馬場につながりました。馬場も満を持しておりました。ドリーを捉えてドロップキック、そちらには人間ロケット砲、これは爆発しました。相手の胸を強打しました。そのままカウント2、ドリー返します。さあテリーと同じようにど根性を発揮します。わあ、ヤシの実割り、ココナッツクラッシュが出ました。抜きましたね山田さん。出しましたね、出しましたね、満を持しておりました。ヤシの実割り2連発、さあ優勝への足がかりになるか。カウントはカウントはカウント2です。優勝は難しい、優勝への道は本当に大きな壁を打ち破らなくてはいけません。ジャイアントババが張り手チョップを見せました。そしてバックドロー、ドリーがバックドロップ、145キロを後ろに投げ返しました。岩石落とし、ドリーファンクジュニア動きはシャープだ。さあ追いかぶさった、さすがにドリーファンクジュニアです。あの豪快なバックドロップ、驚きました。一瞬場内あーっというような歓声が沸き起こりました。今度は反対にドリーがエルボースマッシュでいきます。ドリーもやります、エルボースロックスマッシュ2連発を見せました。リングの今度は外人側のコーナーに連れ戻しました。さあカウントが入りますが、ジャンボ鶴田が入ります。勝負の方は25分が経過してまいりました。あっという間に過ぎましたね山田さん。そうですね、あしかしドリーがまたいいところでつなぎましたね、はい、そうですね、激しい投資です。ザ・ファンクス V2 を完全と狙っております。ここまでドリーファンクジュニア、おっとネックブリーカードロップ、テリーファンクが仕掛けました。ドリーファンクジュニア、テリーファンクのコンビでありますけれども、ここでスピニングトーホールド、スピニングトーホールド、ジャイアントボバの右足に3回転余っている左足で蹴り返すスピニングトーホールド、しかし効いています。ババの足が止まりました。表情も非常に辛そうな表情をしております。ここでドリーファンクジュニアに再びつながりました。目まぐるしく変わります。ものすごい抱え投げ、ドリーファンクジュニア現在ウエイトを絞りまして102キロ、102キロが145キロを軽く抱え投げ。本当に山田さん、プロレスというのは力だけじゃありませんね。そうです、そうです、タイミングですよね、はい、再びスピニングトーホールドに入りましたドリーファンクジュニア。さあジャイアントババヤ、ここでギブアップということになりますと優勝の大トロフィーは手中にすることができません。さあロープに逃げますジャイアントババ。ザ・ファンクスは公式戦ザ・シーク、ザ・グレート・メフィストにリングアウト勝ち、ビル・ロビンソン、レッソントンに勝ち、そしてブッチャー・カマダとは両者カウントアウト、それからリッキー・スティンボーとディック・スレーター組に勝ち、ニック・ボック・インクル、ジム・ブランゼル組に勝ち、合計8点8点であります。さあここでテリー・ファンクが再び登場してまいりました。そしてジャイアントババジャンボスルタ組はロビンソン、レス・ソントン組に勝ち、ザ・シーク、グレート・メフィスト組に勝ち、そしてリッキー・スティンボーとディック・スレーターとは時間切れの引き分け、ニック組にはこれまた勝ちまして勝ちました。その後ブッチャー・熊田とは反則負けで勝ち点7点です。これまでの得点経過をご覧いただきましたが、激しい投手ジャンボスルタがまたまたやる気を出してまいりました。しかし山田さん、
ここで出てきちゃいけませんね。そうですね、ノータッチですから ね、反則負けを取られますからね。エキサイトする気持ちは分かりますけどね、はい、そうですね、作戦的にはまずいですよ、高知大会では痛恨の反則負けを喫してますからね。さあジャンボ鶴田の憤り分かります。さあジャイアント馬場がここは俺に任せろとなだめてますね。そうですね、やっぱりねこの両チームの戦いはね、はい、こういうことがあっちゃいけません。そうですね、堂々と戦ってもらいたいですね、はい、本当ですね。もう本当に四角いジャングル、リングの中だけでのクリーンなファイトです。これこそ山田さん、日本の少年少女ファンが待ち望んでた対決かもしれませんよね。そうなんです、今やっぱりね、両方のリーダーがね、はい、それぞれをパートナーを望みましてね、これでなくちゃいけません。そうですね、非常にクリーンなファイトです。場外での対決は今のところありません。大一番です、ザ・ファンクス対ジャイアントババ、ジャンボ鶴田組の一騎打ち。もちろん勝った方が優勝、そして時間切れの引き分けでもザ・ファンクスが優勝であります。本当にねちっこい展開になりました。45分の一本勝負公式戦、ババ鶴田組はもちろん逆転あるのみなんですが、25分を経過したあたりから作戦はどのように考えてますかね、山田さん。いや非常にね苦しい戦いになってきましたね。もう本当にね1分1秒を争う戦いになりますね、はい、これは、そうですか、はい、いわゆるあのマラソンマッチの展開になってきたんですけれども、どうなりますとザ・ファンクスの方が有利ですかね。もちろん有利ですね、はい、時間切れ引き分けに逃げ込む作戦もザ・ファンクスは当然ありますからね。当然考えてるでしょう、はい、さあジャンプする田がここでドロップキック届きません。ドリーには届きません。相手のタイミング、そして高さ、呼吸を知っています。さすがにドリーファンクジュニア。さあダブルアームスープレックス、ジャンボ鶴田に完攻。さあここで大井かぶさった、馬場がここで登場してまいりました。まだまだ逆転に優勝を託しております。馬場鶴田組、馬場鶴田組、今のこの場内お客さんのこのなんかコールはですね、抗議のコールみたいでしたね。そうです、あの馬場がやった決定に対してですね、そうですね、のブーイングですね。ブーイングが出ましたね、珍しいことです、はい。あるいはこの1万2500人ほとんどがザ・ファンクスのファンかもしれません。さあジャンボ鶴田からここで世界のジャイアント馬場につながれました。脳天からだけ割り2連発、脳天からだけ割り、そしてネットブリーカードロップ、リングの中央大技を出した。さあ数々の大きな試合ではこれでフィニッシュに結びついているのがダメ、フェリーが返します。大技展開、世界のジャイアント馬場、何しろ得点2を上げなければ優勝はありません。脳天不意打ち、ドリラフォール、パイルドライバー、テリーファンクの表情はどうか、ちょっとダメージを受けているようだが、しかしあくまでもテキサスブランコ魂を発揮するテリーファンクであります。馬場も今日は脳天不意打ちを出しておりますし、ココナッツクラッシュも出しておりますし、かなりの大技を出しているんですが、これに耐えているザ・ファンクスを褒めなきゃいけませんか。そうですね、あとは馬場選手はね、はい、あのカウンターのね、ネックブリーカードロップ狙ってるでしょうね。あ、そうでしょうね、そうでしょうね。あの NWA 世界ヘビー級チャンピオンハリーレースから取った一本ですね。そうなんです、これはあるいは狙っているかもしれません。勝負の方は30分が経過しました。残り時間はあと15分であります。公式戦です、45分の一本勝負、上と絞り込んでおりますドリーファンクジュニアということは、ウエイトを絞り込んでいますので、スタミナの方は十分ということが考えられるわけですね、はい、動きが軽くてですね、はい、スタミナありますよ。そうですね、ドリーとババの一騎打ち、ババが打ち勝ちました。ショルダータックル打ち勝ちました。さあここでおっとフライングエルボーバット、フライングエルボーバット、ジャイアントババの顎の先端に命中、そのまま覆いかぶさるドリー、ババも返しました。マラソンマッチの様相を呈してまいりました。すでに30分が経過しています。ここでドリーからテリーへつながれました。さあドリーからテリーへ、今度はテリーがコプラツイストの体勢、崩れる、ローリングクレードル、ローリングクレードル、ローリングクレードル、テリーバンク、ローリングクレードル、そのまま抑え込んだ、ローリングクレードル、ゴールド間に合うか、鶴田がここで出ました。カウント2で鶴田が出ましたが、これはお客様が怒りました。鶴田にブーイングです。あわやというシーンでしたね。うまかったですね。素晴らしいテリーバンク、テリーバンクのローリングクレードルホールド、これは起こりました。ジャンボ鶴田が入ってきましたので、タッチが行われておりません。起こりました、起こりました。山本さん、ちょっと物騒な発言ですけれども、鶴田殺せというようなファンの声まで飛びましたよ。そうですね、まあね、しかしもしあそこで助けに入らなければ、はい、あるいはというシーンだったんですね。本当ですね、
さあ危ないシーンでした。ローリングクレードルホールド、必殺のテリーファンクの技でした。さあ再びザ・ファンクスはツープラトンの攻撃に出ました。ババの足はまだ痛んでるでしょうね。いや当然痛いでしょう。痛いでしょうね、はい、さあ両足でなかなか踏ん張ることができません。ジャイアントババであります。ここでババからジャンボ鶴田につながれました。これは正式なタッチです。日本のお客様も本当にこの冷静に見てますね。そうですね、正式にタッチした時には拍手を送りますからね、はい。さあ今度はジャンボ鶴田にも声援が送られました。鶴田がね、はい、テリー出せという注文をつけてますね。本当ですね、はい、場内のこの大合唱です。ドリーと言ってるんでしょうか、ジャンボジャンボと言ってるんでしょうか。山田さん、ドリーの歓声の方がやや多いような感じがしますね。はい、さあということになりますと負けん気のジャンボ鶴田は絶対的に優勝勝ちを狙っていくことでありましょう。いわゆるこの頭にくるというやつですよね。そうですね、まあ、それがねどっちへ出るか、はい、このファイティングスピリットがね、はい、もう吉と出るか凶と出るかですね、そうですね、ジャンボ鶴田がサイドのヘッドロックに取りました。相手はアメリカの主将でありますドリーファンクジュニアです。勝ち点7点のババ鶴田組、どうしてもザ・ファンクスから勝ち点2をもぎ取らないと逆転優勝はありません。一方のザ・ファンクスは勝てばもちろん優勝、時間切れの引き分けでも優勝であります。先ほどの試合でブッチャー組がシーク組と両者リングアウトになっておりまして0点で8点止まりですので、この勝負に優勝がかかっています。さあジャンボ鶴田がドリーファンクジュニアにえぐるようなエルボースマッシュを見せました。今度はサイドのヘッドロックに取っております。リングの中央です。鶴田は何を考えておりますか。前半戦十分に痛められました左の膝。今度はなんだ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 、ニークラッシャー、膝砕きドリ、さすがにドリ技は豊富、ニークラッシャーに出ました。鶴田ひるみました。そしてエルボースマッシュ、このシャープな動きものすごいいい角度で当たっています。素晴らしいテクニックですね山田さん。そうですね、このね追い込みの凄まじさですね、はい、そうですね、ジャンボ全然手が出なくなりました。しかもね手が出ない、冷静にね試合展開を振り返ってみると、ジャンボはいつもの持ち味が全く出てないですよ、はい、今のところ。そうですね、はい、技らしい技ですね、はい、いわゆる4種類のスープレックスなども一発もまだ展開してませんね。そうなんです、打ったのはエルボースマッシュ、それからジャンピングニーパッド、これだけですが、ジャンピングニーパッドもしばしばディフェンスされてますね、はい、外されてます、外されてますね。さあ場内ゴーゴーたる声援であります。どういうような試合展開、45分の一本勝負、最後の最後の公式戦であります、マラソンマッチになりました。この試合は山田さん、過去この冬の祭典3回ともに45分の一本勝負フルタイム戦いましたからね、なかなか勝負がつきません。場内コール、今35分が経過しました。残りタイムはあと10分であります。さあテリーファンクの動きも非常に良くなってまいりました。両方の肩に抱えてテリーが見せます。エアプレーンスピン、エアプレーンスピン、何回転するか、エアプレーンスピンを見せました。飛行機投げ、そしてエルボードロップ、これは自滅、台の肘を打ちました。鶴田猛然とカバー、これも返します。鶴田返しました、エルボードロップ、これも自滅。テリーもよく見ておりました。後ずさりしてここでドリーファンクジュニアにつなぎます。ザ・ファンクスの華麗なるタッチプレー、もうタッチワークでは完全にファンクスが上ですね。上ですね、はい、もう数がすごいですよね。そうですね、やはりこのタッチプレーという点ではジャンボ鶴田がちょっとミスが多すぎますね。そうですそうです、そうですね、もうね、あのファンクスのタッチワークって非常に、ね、はい、自然、スムーズですよね。何かこうローンウルフというような感じがしますね鶴田は。そうです、ちょっとやっぱりその辺が気負いなんでしょうか。そうですか。さあリング上です。勝った方が優勝、ザ・ファンクスは時間切れの引き分けでも優勝です。さあショルダータックル、ドリファンクジュニアとジャンボ鶴田、大きく腰投げ、腰に乗せました。リングの中央で今度はおっと逆さを抑え込み、ドリーが見せた、これが勝負の決め手になるか。カウント2です。ザ・ファンクス、ドリーファンクジュニア左の腕を取りました、左の腕を取りましたドリーファンクジュニアです。思い起こせば山田さん、78年の札幌大会の決定の時にはやはり最後の対決はこの2人の2チームの対決になったんですけれども、その時は時間切れの引き分けで1点差で、ジャイアントババジャンボ鶴田組が辛くも優勝を果たしてますね。そうですね、しかし今回の場合には、80年の場合には時間切れの引き分けでは馬場鶴田組の優勝はなくなってしまうんです。はい、もう時間が刻々と迫ってますからね。そうですね、しかし
本当に最後の最後まで勝負は分かりません。最後の1分で逆転ということもプロレスの場合は十分考えられますからね。ありますあります。そうですね、はい、テリーファンクからドリーファンクジュニアにタッチが行われました。ドリーです。テリーいやジャンボスルタの非常に出番が長くなっておりますが、サイドスープレックス、ジャンボスルタ仕掛けられました。覆いかぶさります。ドリーファンクジュニアです。さあここでジャンボスルタが本体のジャイアント馬場にここでタッチです。ここで繋いだのはいいですね。坂にかなり待ってる時間が長かったですから、ジャイアント馬場ここで大暴れするか。16の当たった。さすがにドリーも一発で倒れました。ここでカウントがいきますが、カウント2です。何を頭の中に考えてますか。ここはもう大技しかないですかね。ないですないです、そして連続攻撃ですね。ドラー32問は失敗。勝負に出ましたジャイアント馬場、32問人間ロケット砲は失敗。そしてドリーファンクジュニアはここでエルボードロップを一発落として、まずはカバーの体勢、これは返すでしょう。あのドロップキック、ジャンボ鶴田のドロップキックも返した。それからジャイアント馬場の人間ロケット砲も返した。さすがにファンクスですね。そうですね、非常に勘がいいですね。勘がいいですね。さあ再びジャイアント馬場からジャンボ鶴田にすがめました。足を服してここでスピニングトーホールド、殿下のフォートを抜いて、さあさらに締める、さらに締めます、もがきます。鶴田がもがいて、しかしドリーファンクジュニアがグッ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 と腰を落としてまいります。スピニングトーホールド、どうやらタッチはジャンボ鶴田、いや上樋口レフェリーは防いだようだ。ここで左の足からそのまま覆いかぶさりました。16問打ちましたね。そうです、16問打ちました。ドリーを捉えることができるか。ババが16問カウンター。そしてジャイアントババがジャンボ鶴田にタッチ、反対側のコーナー、トップロープに乗った。ジャンボ鶴田がトップロープに乗って、さあウルトラシーを行った。おっとフライング2ドロップ、これはテリーファンクの首に、テリーファンクの首に当たりました。当たりましたね。さあ、その重さでドリーファンクジュニアもさあ今立ちましたけれども、ドリーがバックドロップ、ドリーがバックドロップ。この場面はドリーとテリーの対決です。いやドリーとジャンボ鶴田の対決です。冷静沈着、しかしテリーファンクは場外に倒れ込んでますね。そうですそうです、ここでテリーを探しておりますドリーファンクジュニアですが、ドリーが一歩外に出まして、テリーファンクの首のところに手をやりました。テリーの首のところに手をやりました。ちょっとダメージを気遣っておりますが、さあジャンボ鶴田のウルトラシーが、テリーが身をもって弟が兄貴をかばったんですね。そうなんです、自ら肉体でかばいました。さあ再び勝負が続けられます。テリーは場外です。テリーは場外、さあ2人がかりです。日本チーム日本最強コンビ、ツープラトンのキック、ツープラトンのキック、ここで馬場が抑え込んだ。ドリー返します。ドリーが返しました。ものすごい試合になってまいりました。そして川津崖から川津落としに持っていきます。川津落とし、そのままピンポールの体勢、残り時間はあと5分、そのまま覆いかぶさる。馬場組どうやら勝利が出てまいりました。逆転優勝の可能性も出てまいりました。相手は一人で戦っています。相手は一人、人間風車、ドリーファンクジュニアを倒す人間風車、そのまま覆いかぶさる。ジャンボがピンポールを奪うか、ダメ、まだテリーが出てこない。テリーは場外でノックアウト。テリーはまだ場外、一人ドリーファンクジュニア、兄貴がフロントスープレックスやりました。フロントスープレックス、ジャンボ鶴田、これが決め手になったか、なったか、ダメ、フロントスープレックスも効きません。ドリーを投げ飛ばしましたが、フィニッシュには結びつきません。テリーファンクはまだエプロンにいません。テリーが今やっと立ち上がりました。今テリーが立ち上がりましたけれども、なかなかコーナーに戻ることができません。テリーはですね、痛みました首を今水で冷やしております。わかりました。ドリーファンクジュニアがもう一人で戦っています。脳天食い打ち、そのままフライングエルボーバット、ドリーフライングエルボーバット、そのままのしかかる、そのままのしかかる、ババア返すか、返しました。テリーはまだ首のあたりをかばっていて、なかなかリングの中に入ることができません。ドリーがまだ一人で戦っています。本当にハンディキャップマッチになりました。しかし勝負は公式戦、ドリーが一人で頑張る、弟のために頑張る、ドリー頑張る、本当にこれがテキサスブロンコなんですね。そうですね、本当の兄弟ですよ。本当に兄弟ですね、まさに兄弟愛。しかし馬場のピンポールが続きます。やっとテリーが今テリーがコーナーのところに戻ってまいりました。
ここでドリーファンクジュニアはペリーにつなぎたいところでありますが、さあ勝負の方はあと3分になりました。果たして勝負はつくか。逆転優勝の望みはこの3分間だけだ。ジャンピングミーパット、ドリーは相当疲れているぞ。一人でやっておりました。ドリーにカバーカバーカバー、しかしフィニッシュは取れません。ペリーがやっとエプロンに立ち上がる。ドリーのタッチはありません。今度はピンをパイルドライバー、フィニッシュになるか。ドリーは一人で戦っておりますので相当ダメージを受けているが、体を密着させました。ジャンボ釣れた。ドリーはペリーにつなぐことができるか。まだフラフラだ。あ、生き返った。ドリーが生き返ってフライングエルボー。本当に凄まじい投資ですね。すごいですね、このスタミナ。これがザ・ファンクスです。過去2回世界一のタグ王座に輝いています。ここでペリーにつながれました。ペリー生き返りました。さあペリーの攻撃です。ペリーとジャンボ鶴田の攻撃、ボディにめった打ち、頭に喉元にパンチを打ちます。しかしめくら打ちだ。ジャンボ鶴田も返す。ペリーコール一色、12,500人、蔵前国技館です。最後の対戦、勝負の方はあと2分だ。ペリーとジャンボ鶴田が場外、2人でやります。リングの中はドリーとジャイアント馬場がいますが、さあジャンボ鶴田が追いかける。リングの中ではドリーとジャイアント馬場だ。さあ初めての場外乱戦。リングの上では馬場とドリーがやり合う。ペリーが入ってきた。ジャンボ鶴田もやっと間に合った。さあ肩で押した。ジャイアント馬場がものすごい勢いでショルダータックルに出た。ジャイアント馬場がテリーファンクにショルダータックルに出た。しかしドリーがここで抑え込みます。しかし左の足がサードロープにかかっておりました。本当に勝負はもう最後の最後までもつれております。何としても勝ちたい。勝ち点2を上げればジャイアント馬場ジャンボ鶴田は逆転優勝だが、さあどうでしょうか。勝負は続けられるようだが、おこれは何だ。ジャイアント馬場ジャンボ鶴田の手を城樋口が上げました。どういうことですか、ね、今のところちょっとはっきり分かりません。ジャンボ鶴田そしてジャイアント馬場組の勝利が告げられておりますが、松永アナウンサーが今、レフリーの城樋口のところに走りました。リングアウトと言ってますね。リングアウト、ペリーがリングアウト取られたんですかね。そうですか。ちょっと待ってください。試合展開を思い起こしてみましょう。最後は馬場とドリーがリングの中で戦ってましたけれども、はい、あるいは馬場とペリーが戦うべきだったんですか。いやいや、そうじゃないですね、ペリーとね、はい、ジャンボが戦ってそのまま場外へ行った。それで、やがて戻ってきた、ジャンボはリングに入ったけれども、ペリーは馬場の体当たりを食って外へ転がり落ちた、はい、あの辺りだと思うんですね。なるほど、はい、そうそう。そしてザ・ファンクスのリングアウト負けを制したわけですね。そうです。あ、そうですか。ちょっとあのリングの中にいる展開と場外での展開とはっきり分かりません。やはりこれはレフリーの正式見解を聞きたいですね。そうですね、はい、今松永アナウンサーが取材に行っています。さあどうでしょうか、松永さん。超秘密レフリーに聞いてまいりました、はい、ペリーとドリーはタッチをしてない、はい、ペリーがリングの外、そして権利のあるジャンボ鶴田もリングの外で、はい、いち早くジャンボ鶴田がリングの中に戻ったということで、はい、ペリーのですね、はい、リングアウト負けですね。わかりました、はい、やっぱりそうですね。そうですね、山田さんの見解通りでした、はい、こうテレビを見てますとリングの中では馬場とドリーが戦っているんですけれども、はい、ペリーとジャンボが戦っていることを思い起こさなきゃいけませんね。そうです、そうです、ですからね、はい、ペリーはジャンボとの戦いが続いてて、はい、まだドリーにタッチをしてなかったわけですね。そうですね、はい、はい、やっと分かりました。そういった試合展開でジャイアント馬場ジャンボ鶴田がリングアウト勝ちを拾いまして、ここで逆転のポイント2を挙げましたので、ジャイアント馬場ジャンボ鶴田組が2年ぶりの優勝ですね。そうですね、ジャイアント馬場ジャンボ鶴田組がここで勝ち点2を取りまして、勝ち点が9点ということになりますので、馬場鶴田組がもう辛くも優勝を勝ち取りまして、これからセレモニーが行われますけれども、優勝の大トロフィーをこれから受け取ることになります。優勝は馬場鶴田組、本当に2年ぶりの優勝奪回でした。優勝は馬場鶴田組であります。これよりリング上では80年の世界最強タッグ決定リーグ戦の表彰が今行われているところでございます。優勝のジャイアント馬場ジャンボ鶴田組、日本テレビの魚谷運動部長より優勝賞金、それから表彰状、並びに優勝の大トロフィーが今送られているところでございます。勝ち点9を取りまして、
本当に土壇場の土壇場でリングアウト勝ちを拾って優勝であります。9点逆転優勝のジャイアント馬場ジャンボ鶴田組でございます。ここで全選手の得点を改めてご紹介しますと、優勝は馬場鶴田組が8点9点、準優勝、ザ・ファンクスが勝ち点8、それから準優勝のタイ、ブッチャー鎌田組が勝ち点8、そして、4位がニック・ボックインクル、ジム・グランゼル組が勝ち点4点、それからもう一人リッキー・スティンボーとリック・スレーター組が勝ち点4点、それから3点がビル・ロビンソン、レス・ソントン、ザ・シーク、グレート・メフィスト組が0点というポイントに終わっております。リング上数々の優勝の表彰式が行われております。77年から始まりました冬の大祭典タッグリーグ戦も歴史を重ねまして、今年で4回目、 NWA 会長のジム・クロケット・ジュニアをはじめ世界マット界の重鎮からも大いに注目されています。全国13会場のファン動員数も史上最高を記録するなど、本当に大成功のうちに幕を閉じようとしております。来るべき81年の全日本プロレスに一層の飛躍を期待しまして、超満員の蔵前国技館からこの辺でお別れしたいと思います。優勝はジャイアント馬場ジャンボ鶴田組でした。解説は東京スポーツ新聞社山田隆さんでございました。どうもありがとうございました。どうもこの辺でお別れします。全国のプロレスの皆様ごきげんよう、さようなら。